はい、そんなわけでね、サブちゃんのお部屋にようこそ。てなわけで今回はね、トヨタの車の電池交換と側交換いきたいと思います。まあ、あの側交換っていうのはね、いつもこっちの鍵使ってるんだけど、これね、選択しちゃったんですよで、中身がもうね、リモコンの部分がダメになっちゃって、で、変えてもらったんだけど、その後ね、また数ヶ月後かな、また選択しちゃって、もうアホだよね。でもただね、この年式のやつはまだね、ヤフオクとかで中古の鍵買ってくれば、ちょっとイニシャライズっていうのかな、そうしてもらえるみたいで、そう、まあ、こっちを今の車にイニシャライズしてもらったわけなんだけど、なのでこっちを押せば今の車のドアが開く。ただこれはここを刺すだけみたいな感じで、イニシャライズしてもらった後にちょっと電池もやばいよっていうことで、電池を変えてみます。で、調べたところね、 CR1220 っていう型番が合ってるらしいので、まあ、もののついでにね、今撮ってます。一応まだ電池はねあるみたいなんだけどね、交換します。で、精密ドライバーでコリコリ。なんかでもね、トヨタの人に聞くと最近の車はね、こういう中古の鍵買ってきてなんかできないらしい。まあ、古いからできるっていう、そんな感じみたいね。なので、まあ、電池交換サクッと。はい、で、今ね取れたので外すと中はこんな感じで、これがリモコンユニット。もうこれはもう必要ないので捨てますけど、で、さらにここ、精密ドライバーで4箇所。拙者で取らないとピンボケが激しいけど、今映ってるかな。あ、映ってる。4箇所精密ドライバー、さすがにね、こんなもん選択しちゃダメよね。ついついやっちゃったんだけど、はい、で、カバー外します。で、ネジを外した状態でカバーを外すと見えてくる電池型番、はい、CR1220。 この CR1220 と同じ。まあ、2箇所爪があるので、爪の内側に電池を入れてセット。で、その後に蓋を閉めて、またね、4箇所ネジ止めで、ここで1箇所で、対角線上でまた1箇所で、3箇所で、ラスト1箇所で終了。でもって選択しちゃった方ね、これもバラそう。はい、てなわけでこのユニット取っ替えます。で、今電池交換した方がこれなんで、これバッチリだね、光ってるね。はい、これをセットします。まあ、でもせっかくだからね、この側も取っ替えようかなと思ったんだけど、ちょっとこう割れてんだよね。だけどなんかこれもう一体化、圧着、接着、もうくっついちゃってるんで、こっちはこれで、で、カバーの方、この金色の方ですね、これ使おうかなと思います。で、ユニットがこれね。で、これをセット。あー、なんかもう色あせてたやつ全然違うね、いいね。で、あとは止めると。よし、もうこれで二度と洗濯はしないぞ。はい、電池交換完了です。はい、そして電池は、そう、絶縁の上に市町村のルールにのっとって廃棄を、ビニールテープが望ましいんだけどね。はい、一応ガムテープで絶縁です。